兄弟たちよ、今日の福音は、私たちを呼びます。つまり、イエス・キリストご自身は、花婿として、私たちに近づいて、改めて、今日、今朝、私たちを呼んでくれます。私についてきなさい。私についてきなさい。私についてきなさい。というのは、自由の言葉です。すべてを先に歩く人に、置きますというか、渡します。任せます。私たちの心配、私たちの、考えなど、すべて私たちの先に、私たちの前に歩んでいるクリストに任せます。これは自由です。どうして考えてください。もう、山を登るときには、やっぱり、一番最初の人が大切。でしょ？そして、後ろに来る人が、先に、はじめに、登る人の同じところには、その釘がね、石に入れようとしたときには、同じところに、その次の人が、手とか足とか置きます。でしょ？だから、これはキリスト。キリストは先に行きます。どこ？天国に入ります。最後のね、今日の福音の最後の部分は、どういう意味ですか？天の国のためにふさわしいという言葉は何ですか？よく準備されている。よく準備されている人であると。これは、ギリシャ語の本当の意味はこれです。だから、私たちがみんな、毎日、いろんな状態を通して天国に入るため、そして私たちの最後の日、死んだ時には天国に入るためには、天の国、神の国に入るためには、キリストと共に歩まなければならない。キリストについて行かなければならない。自分を見ないで、過去を見ないで、自分のなんか、考えとか、自分の理想とか、自分の理性とか、自分の、賢さによって、なんか、両親と、つまりお父さんと、和睦したり、もうアレンジしたり、もう片付けることはできません。もう新しくならない限り、私たちは何もできないということです。今日の福音はそれ言ってます。もう、後ろを見るのが意味がない。もう間違った時には間違った。罪を犯した時には罪を犯した。前に戻ることはできない。過去に戻ることはできないでしょう。だから、奥さんを傷つけたら、両親に従わなかったら、兄弟を傷つけて、なんか悪を与えたならば、その時、その罪を犯した時に戻らない。だからクリストが、今日、彼が全てを忘れ、自分の、なんか、全てを忘れ、あなたを大事にして、あなたを探しに聞いて、あなたを愛し、あなたを許して、あなたのために命を懸けて、あなたを解放する。花婿として、彼が唯一なものとして、唯一な愛するものとして、唯一なあなたを大事にするものとして、あなたのところまでまだ来ます。これはどこ？教会の中では、天霊の中では。でしょう。だから私たちには、主人と奥さんとの間の、その関係は毎日いろんな状態に、いてもその関係は天国へ行く道になるためには私たちはキリストに従わなければならない。キリストの後に歩まなければならない。そうだったら兄弟たちよ、私たちが奥さんを自分の目で見えない。キリストの目で見えます。キリストが前でしょ。だから私たちはキリストに隠れて、キリストの後ろに隠れて、キリストの考え、キリストの言葉、キリストの見方、キリストの心で
相手と関係する、相手と接する、相手に命をかけること。自分ではない。わかる？これは従うこと。それによって、私たちが毎日毎日天国に入るために準備します。準備されたものとになる。少しずつ少しずつ少しずつ教会は、キリストの体である教会は、キリストの体であるあなたの共同体と、そして、ね、カテキスタに従って、ね、その神父、その牧者に従って、キリストに従う。そしてあなたも、この世のためには、この時代のためには、ね、そのキリストとなります。わかる？あなたが、教会の中では学ぶ。どういうふうにキリストに従うことを学ぶ。で、学ぶことによって、よく聞いて学ぶことによって、少しずつあなたも、あなたのそばにいる多くの人、仕事の人、学校の人、恋人、そして子供もなど、すべての人々があなたに従うことになります。どうして？あなたではなくキリスト。あなたがキリストに従ったら、あなたの後ろに来る人がキリストに従うことになる。そして、この世が天国に導く。この世を私たちが天国まで導く。神の国まで導く。わかる？だから私たちの選挙。私たちの使命。アントネル神父の使命。神父さん方の使命。小さたちの使命。キリスト者の使命は何ですか？人を改心すること。キリストに従うこと。謙遜に自分を忘れ、自分の考えを、捨てて、キリストに従うこと。それは、無理ですから、教会だけには学ぶことはできます。どうして？教会の中だけで、教会の中だけ、私たちが、キリストが私たちをそのまま愛することを経験する。そして、その経験があるから、すべての人々よりも、キリストが私たちをそのまま愛して、受け入れ、許してくださる、新しい命を与えることを経験することによって、私たちはキリストにすべてを任せます。キリストに従うことができます。その巣を作らないで、考えないで、逃げ道を取らないで、休むところはキリストと共に十字架です。キリストは、なんかね、枕をするところはなかった。休むところがなかった。ただ、十字架だけに、頭を下げて休んだ。どういう意味ですか？あなたへ、あなたへの愛の中には、だけ、キリストが休んだ。あなたも、彼の愛、あなたへの愛に休むことができます。あなたの本当に良いところはこれです。そして、それによってあなたも相手を愛する。愛することになる。命をかけることには、あなたのためにも、その命をかけることにおいて、命を与えるところにおいて、あなたが愛するところにおいて、あなたが休む。わかりますか？これは素晴らしい。キリスト者の生き方、今日の生き方、今日のいろんな状態の中には、同じ、キリストに従う問題、苦しみ、悩み、病気、不安、もう全然考えたことのないことが起こられた時、なんか、車が壊れた時、お金がない時には、なんか、歯医者に行かなければならない時には、子供が難しくなった時には、学校ではめちゃくちゃした時には、などなど、お父さんが亡くなった時には、すべての私たちの状態には、キリストに従ったら、キリストの後ろに行ったら、キリストと共に、キリストの目で、キリストの心で、キリストの考えで、キリストの識別で、キリストの愛で、愛することはできます。見ることはできます。判断することはできます。キリストと共に命をかけることができますので、すべての状態は天国への門となります。どうして？天国は神との親しみ、神の豊かさで満たされること。愛したらそうなる。良い日を。